どうも、ガラです。お願いします。ということで、今回は拡幅交換型の右翼と拡幅交換型の右翼2本でお送りしていきます。で、両方ともですね、角を詰ましたり、飛車を詰ましたりしてるので、ちょっと面白い将棋だなと思って投稿になりました。で、よく拡交換型では、飛車の詰ます筋っていうのはたまに出てくるので、覚えていただければと。ぜひぜひ覚えていただければと思います。お願いします。はい。ということでですね、ちょっとね、テンションは低めなんですけど、こんな感じでいきたいと思います。はい。で、とりあえず、角上がっているんで、相手から取ってこなければ、こっちから取るとね、一手損になっちゃうんで、二手損になってしまうので、ちょっとやりたくないってことで保留してます。で、銀、4七銀と上がった瞬間に、相手がですね、角取ってきて6五桂の速攻みたいなのをしてくる可能性があったので、ちょっと、保留していたんですけど、ごめんなさい。角交換してます。ごめんなさい。両方とも角交換型ですね。はい。で、多分これ2四歩いくんじゃないかな。そう、とりあえず、一歩交換できるなら得できるんで、で、多分相手はですね、5二玉から地下鉄含みにしてくるのかなっていう感じですかね。うん。で、これで4七銀と上がっておいて、で、歩打たれたら2九飛車と戻っておけば、飛車を引いてからの交換じゃないので、一手得するかなと。思うんですけど、ここで仕掛けてきましたね。ここでね、8六歩から8五歩打たれて、あ、意外と3三角狙われて大変だなっていう認識ですね、ここでやっと。で、これ同桂で8八銀に3三角と打って、飛車を引いたら銀ぶった切って9七桂成みたいにしてくるのかなって思ったんですよ。で、そうされた時にどんだけって思ったんだけど、まずかったですかね。わかんなかった。でも3歩あるから、8二、8三、8四叩いて6六角と打ってから、成桂外しておけば、とりあえず大丈夫か。うん、大丈夫そうですね。うん、なので、歩叩いてきて、同銀は角打たれるんで。で、この角打ちなんですけど、ここでね、1局目、角を詰ますってことで、ここで一応、気なし角と打てば、向こう詰んでるんですよ。で、怖い手としては、角打ったぎってきて、同角に9七桂成、同香、9、8六歩。ちょっとね、やりすぎ感あるんで、大丈夫かなとは思います。で、この手に対しては、同桂以外は全部8七角成とかがあったりするんで、同金も銀取られちゃうんで、同桂の一手ですね。で、ここで8六歩から、継続手としてはね、ここで角ぶったぎってくるのかなって思ったけど、角ぶったぎって同角で、どうかなって感じなんだけど、一応か、歩打ってきたので、これは7七金でですね。で、一応角が、角取りになってるんで、9六角成くらいしかないと思うんですよ。で、ここで一応8五歩と押さえておけば、これはもう、馬使いづらすぎるじゃないですか。9五馬から7三馬って使うくらいしかないんだけど、その瞬間8六金って歩払えるんで、これは、で、相手歩伸ばしてきましたけど、この9六の馬がどっか行かない限りは、馬使えないんで、ここまで伸ばしても馬がね動けないんで、やるとしたら8七歩成からバラバラにして9六歩ぐらいしかないと思うんですけど、ちょっとやりづらいですよね。で、こっちはあとはゆっくり、7五歩とかついていって、4五歩ついていって、4筋狙っていく感じですかね。本当はこれ4五歩じゃないですかね。4五歩とついて、狙いとしては4六桂から3四桂ポンポンって跳ねていく感じですね。で、ここで桂跳ねてきましたけど、これはもう打っていってね、4五桂とかは、4五桂は3四跳ねるか5四跳ねるかなんだけど、どっちかな、3四跳ねるかな、3四跳ねて、あ、5四跳ねて、あ、そう、違う、桂跳ねか、桂跳ねたらそうですね、桂取って、これ桂がタラなんで、これ得ですね、これお買い得。で、多分どっかでね、どっかで7五歩ついて、9八の角を使おうとするはずですね、これはね。4六桂って打ちたいんだけど、4六桂かな、4六桂と打つと多分5二玉と寄られちゃうんで、1回突き捨てですね、1回突き捨て入れて9九桂成の時に5四角ができるようにっていう流れですかね。で、4四歩とかだったらもう4六桂と打ちますかね。これで多分4六桂と打っておいて、多分9九桂成はさすがに5四桂から金取って5四角みたいな感じで大丈夫そうですかね。で、これも多分桂跳ねですね。5四桂跳ねして、で、金がまっすぐ逃げると7二銀があるし、横に逃げると、7三歩と打てますね。7五歩ついたおかげで。で、金引くのは、5七銀とかも、5三銀か、とかもありそうなんで、やりづらい。で、一応、9九桂成してきましたけど、これは取って5四角がぴったし、ぴったんこカンカンですね、これね。で、あとは、これは多分、
合駒が難しすぎるんで金がないと浮かんないんで、多分飛車逃げるくらいしかないじゃないですかね。以下は6三金、6三金、5二銀、4三ひっくり返ってバラバラにして5三桂成みたいな感じですか。で、詰みだと思います。うん、そうですね。5二銀から4三バラバラにして5三桂成で4四玉に、まあ歩でも4五歩でも持っといて、うん、4五じゃないか、4三金から歩打って歩打ってで6六金までですね。一応2九の飛車がいるんで、右側には逃げれないんで、これでバラバラにしてしまって、で5三桂成で3三玉は4三金、4四玉は4三金で、5五玉は6六金から5六金ですね。で4五玉だったら4六歩から6六金までの詰みとなります。ありがとうございます。はい、ということで、もう一曲いきたいと思います。お願いします。3段の方ですね。角銀管理って知らないけど、なんだろう、まあいいや。はい、ということで、角銀中飛車、角銀にしてきてから雁木にするみたいな感じか。あ、なるほど、銀5三の銀が、6三にいるのか。なるほどね。はい、ということで角交換型の、魅力になります。で、まあ、いつも通りですね、4六歩とついていって4七銀の形を作っていって魅力に組んでいくっていう流れになりますかね。うん、でちょっとね、音がね多少反響してるかもしれないですけど、まあ、それはね、なんでかはちょっと皆さんのご想像にお任せします。はい、うんね、音が鳴らないことを祈る。はい、で一応相手の形が5二金型ですね。5二金型だったら、まあ、5五銀とか出ていく将棋になるのかなと思います。うん、でまあ飛車引きを なぜかね、2九飛車をなぜか遅らせてるんですけど、まあ、相手がね地下鉄するときに2二銀で引くんで、そのタイミングで交換してやろうっていう感じですね。でこれで銀引いてきたんで、まあまあしょうがないですね。2九引いたけど、まあ、交換で、あ、これが角銀雁木ですね。角銀雁木、うん、ただまあ一応ね、もう4三銀って上がってくるんですけど、まあ、6六銀と上がっておいて、4五歩だったらね5七銀と組み替えて、まあ、5五銀もありそうだね。5五銀5四歩4四銀、うん、でここで交換してくる手に対しては7五歩いけるんじゃないですかね。うん、あの9筋の端歩ってこのついてるついてないって結構でかいんですよ、右側からすると。これ7五歩同歩9六角みたいな手が、5五銀も考えたけどね、5五銀もあるかな、5五銀5四歩4四銀と突っ込んでいく手があるん でこれで9六角と打てば、8四飛車は7五銀があるんで、でなんか、7四角とか打つ手に対しては、なんか8五歩もありそうですね。8五歩同角8三金8七金みたいな、でこれで桂跳ね違えてきたんだけど、まあ同銀から5五桂とかも、うん、ワンチャンあるんですけど、まあまあまあとりあえず飛車を詰まして飛車で迫ろうよという流れでしょうか。はい、でこれで一応相手の飛車詰んでるんで、あとはどうやって詰ますか。まあ7六角って言うと詰まないんですけど、まあ、その時に7七桂とか跳ねておけばね大丈夫です。でこれね、王様上がってきたんで、ここで8七金から飛車取っても王手で飛車打てないんで、もうちょっと欲張ろうってことで7七桂から同桂成同銀でもっと欲張って、うん、形を乱さずに飛車を取りに行くという感じですかね。うん、でこれで、ね、これでワンチャンでこれね、同金8八飛成7八金から向こう詰むかなと思ったら9五竜って逃げる手があったんで、やべえと思って同銀取りましたね。うん、一応これで、うん、でこれで大丈夫で飛車取れたので、あとはちょっと3五歩とかね、3五歩とかの仕掛けを気にしつつやっていくと。で一応これ5五桂があったんで5四歩と、受けてきましたね。でここは7一飛車ぐらい下ろしとくんですかね。で7一飛車下ろして香車取って、で2七香とか打っといて上からガンガン行ってくるっていう感じですかね。やっぱりここで3五歩来るんですけど、でこれは相手2歩しかないじゃないですか。なんで、歩全部使う羽目になるはずなんですよ。3六歩同銀2四桂4七銀に3六歩で、その時に、まあ、2五桂もあるんですけど、2五歩と打って桂馬取らせるけどこっちも桂取るよみたいな感じにしたらどうかなという感じですかね。うん、だその瞬間1六桂からなんかあるかもしれないけど、そんなの知らん。うん、で一応ね、王様3七にいるんで多分大丈夫だと思うんですよね。まあ2五桂も全然あるんですけど、まあ、相手角しかないんで3七角打っても大したことないんだけど、ちょっとこっちで言ってみました。でこれで、まあ、1六桂同香でも、まあ、歩と桂と角2枚でしょ、まあ、3四桂ぐらいが多分きついんじゃないかなと思ったので、こんな手順で言ってます。
でこの歩突きは、まあ、多分同歩とやると3三桂とか活用してこようという手ですね。でなんでちょっとそこは仕方として2四歩で同歩ここまで進むんですけど、ここまで進むと次2五桂って打たれる手があるんで、まあ、とりあえず同飛車と取りますかね。で、まあ、2三歩と打ってもらってまた相手歩切れになります。なので、まあ、ここで一回また飛車引いておいて、で4六歩は同銀で大丈夫なんで問題ないん でそこで多分怖い手がそんなないはずなんですよ。でこの歩突きは、8二角を狙ってますね。うん、8二角狙ってるんで、まあここも3四桂ぐらいで、でまあ逃げるのは2二歩もあるし、逃げる手はないと思うんで、まあ同銀ですよね。でこの時に4四桂とかあったかなとか思ったんだけど、まあ、とりあえず同歩で、うん、で取り込んで同銀に、ここで4五桂かなと思ったんですけど、ちょっと分かんなかったですねこれね。ここ角打たれてちょっとね、4二飛成で4二金右の時にどうやって寄せていいか分かんなかったんですけど、3三歩成っていう手があったんですね。多分これ4一飛成ってやるしかなかったはずなんですけど、なぜか8一飛成とちょっとひよってしまったので、これちょっと怪しくしてる感はあるんですけど、まあ桂打たれて、でまあまっすぐ上がって寄ると3五桂とか打ってくるんで、ここはまっすぐ上がるしかないですね。で多分角打った切って同玉でしょ。でまあ多分ギリギリ大丈夫なはずです。多分ギリギリ大丈夫なはず、うん。で角入れば4四角が多分相当きつい手になると思うんで、4四角ほぼほぼ詰めろ、うん、詰むんじゃないですか、うん、詰みレベルの手だと思うんで、なので、まあ、4四に何か駒を打たせないようにしていけばいいかなという感じでしょうか。でこの手なんですけど、さすがにこれ桂馬払うべきでしたよね。4五玉と払って4四歩に、3六玉とか3五玉とか寄っておけば多分大丈夫ですよね。なんか寄っちゃってね、寄ってしまって、で、まあ、4四桂と打たれて、あ駒打たれてるやんっていう感じなんですけど、ここも多分4五玉ですか、4五玉に3八角っていう手があるんですけど、その時に、うん、まあ、一応こうまっすぐ行きましたね、うん、なんかあったかなとか思いつつも、まだまだ一応これでも多分寄りはないんで大丈夫ですね。で金上がりでしたけど、まあ、これはね4一角と下ろしておけばそれが詰めろになってるので、まあ、4一角4二金だったらね銀取っといて、4554のね流れで、うん、入局できるんでそれは大丈夫なので、ここは4五玉の一手ですね。4五玉で、まあ、3三桂が詰むんですけど、まあ、剣同歩成があるんで大丈夫ですね。なのでここもかなり難しいんじゃないですかね。で受ける手もほぼほぼないと思うんで、まあ、3三歩と打ちましたけど、これはもう即詰みの流れでしょうか。うん、まあ、3二角成同玉2一竜だと4二玉でちょっと怪しくなるんで、まあ、2三飛成同玉は2一竜から3二銀があるんで詰み、なんで2三飛成に4二玉なんですけどまあそこで2二竜と一発王手で入れば相手角しかないんで、角合いはぶった切って4一角くらいでおそらく詰みです、うん、なのでまあ2二竜には5三玉って上がってくるのかなですけど、まあ、6二銀と打って6四玉に8四竜から7三銀7つで6二竜で詰みですね。はい、でこれは勝ちになりました。うん、まあ、7四銀と上がるぐらいですね。ありがとうございます。ということで今日はこんなところで失礼します。バイバイ。